ファルコスパー・アビリアス・アメリカ長言坊は、長高ハヤブサ目ハヤブサかハヤブサ族に分類される、鳥。ウチェックリスト・オブ・ノース、アメリカン・バーズ第6版1983が出るまでは、アメリカ長言坊は、ハイタカ・スパロー・ホークと呼ばれていた。理由は分類の誤りで、ハイタカ族はキピテル・ハイタカ・エウラシアン・スパロー・ホークと、関連付けられていたからである。北アメリカ大陸、 南アメリカ大陸、カナダと米国北部に分布する個体は南方で越冬する夏鳥だが、オスの個体の中には流鳥となるものもある。西ヨーロッパでは、ごく稀な名鳥である。全長28センチメートル、頭頂部の羽毛は赤く、その周囲の羽毛は灰色、名や口しの周囲の羽毛は白く、2体の黒い斑紋がある。背面の羽毛は、オハの羽毛は、赤葛色。 お葉の後部の羽毛は黒く、さらに先端部の羽毛は白い。オスの翼は青みがかった灰色、メスの翼は褐色の羽毛で覆われる。森林や草原、農耕地、民家近く等に生息する。肉食性で昆虫類、節足動物、小型爬虫類、鳥類、小型哺乳類等を食べる。高速で羽ばたき空中で生死したり、岩や樹上、サボテン、 電柱等の高所から周囲を見渡し獲物を探す。岩の上や軌道、巣箱等に映像し、3から7卵を産む、29から30日間放卵し、ヒナは孵化してから約30日で育ちを終える。広気分布種で生息数は、フロリダ州ではファルコスパービリアスパウルスア種が絶滅危惧に指定されている。開発による生息地や獲物の減少。 自動車との衝突、スポーツとしての狩猟、DDT 等の農薬等が原因だと考えられている。アメリカ合衆国では、大鷹、片赤のすり、赤尾のすりと並んで、高狩りの初心者が扱うのを許されている猛禽で、あるが、大型の猛禽と比べて代謝が早く、体格が華奢で、例、対象となる獲物は主に昆虫類、鈴め、星むくオり、クロムクドリモドキなどである。 ペットとして飼育されることもある。ファルコスパービリアス、ありがとうございます。